三島ひかり主演の映画、ラストマイル、23日公開。塚原あゆ子監督のシェアードユニバースプレミアイベントが、東京、新宿で開かれた。共演の岡田将生やディーン・藤岡石原里美、綾野号星野源ら15人が華やかなオレンジカーペットを歩いた。映画は、TBSK で2018年に放送された、アンナチュラル。2020年に放送された、 MIU404 でタッグを組んだ塚原あゆこ監督と脚本家の野木あき子さんが3度目のタッグを組み、両ドラマの世界がつながったシェアード・ユニバース・ムービー。流通業界最大のイベント、ブラック・フライデー。前夜に発生した爆発事件に端を発する連続爆破事件の行方を描いた完全、オリジナル作品。 三島は関東センター長に着任したばかりの船戸エレナを演じる。イベントで三島は、悲しさも苦しさも痛みもたくさん出てくるが、人間のコミュニケーションの愛情が描かれた作品だと思う、とコメント。石原は、アンナチュラルは私の人生において唯一無二の作品。役名の三ス美ミ,ミがラストマイルの世界で生きられて嬉しい、と語った。 女優、三島ひかりが都内で、主演映画、ラストマイル、塚原あゆ子監督公開初日舞台挨拶に出席した。この日、塚原監督、エレナとタッグを組むチームマネージャー、梨本公役の岡田将生、テレビドラマ両作から、毛利忠次刑事役の大倉浩二も出席した。舞台挨拶の最後。作品を代表して三島が真剣に話している途中。 突然、ちょっと待って、と笑いながら座り込むと、お腹がなって、と爆笑。隣にいた岡田のお腹が鳴ったのだった。その岡田は、久々に親に怒られるかもしれない、と苦笑。おにぎり食べてきたんです。人前に出るときは、ご飯を食べると決めてきたのになんで、と話すと、やだよもう。すごい良いところで、と悔やんだ。三島は、 私が真剣に話している横でお腹が鳴っているのもバランスがいいなと。癒しだし、ラストマイルのゆるキャラです。と立て直し、見れば見るほど良い作品なので、できるだけ多くの人に届けばいいなと思っています。と訴えた。映画、ラストマイルは、ドラマ、アンナチュラル、MIU404 の演出を手掛けた塚原あゆ子監督と、脚本の野木あき子が再び組み。 両ドラマと同一の世界線で物語が進行するシェアード・ユニバース作品。アンナチュラルに登場する不自然死救命研究所 UDI ラボの面々は、世界規模のショッピングサイトの発送物を狙った連続爆破テロ捜査の一翼を担う。11月、流通業界最大のイベントの一つブラックフライデーの前夜、世界的なショッピングサイト最大手から配送された段ボール箱が、 爆発する事件が発生。やがてそれは日本中を恐怖に陥れる謎の連続爆破事件へと発展していく。関東の4分の3を担う巨大物流倉庫のセンター長に着任したばかりの船戸エレナはチームマネージャーのナシモトコと共に未曾有の事態の収集に当たる。誰が何のために仕掛けたのか残りはいくつでどこにあるのか 世界に張り巡らされたこの欠陥を止めずに、事件を止めることができるのかそれぞれの謎が解き明かされるとき、この世界の隠された真の姿が浮かび上がる。主人公、フナドエレナを三島光梨本アナを岡田正輝が演じ、事件に巻き込まれる関係者役で安倍貞夫とディーン・フジオカ、捜査を担当する刑事役でアンナチュラルの大倉孝二と、 M.I.U.404 の佐よ義が出演。さらに、アンナチュラル、カラミスミミコト役の石原さとみ中道契役のユーラーラタ久米六郎役の久保田正太から、M.I.U.404 から、伊吹葵役の綾野豪、島和美役の星野源らが再結集する。主題歌も、アンナチュラル、M.I.U.404 に続き米津玄師が担当した。アンナチュラル、 MIU4042018 年放送の石原さとみ主演アンナチュラルは日本に新設された死因救命専門のスペシャリストが集まる不自然死救命研究所 UDI ラボで働く人々の人間ドラマを中心に描き毎回様々な死を扱いながらもスピード感と爽快感を持って死の裏側にある謎や事件を明るくスリリングに解明していく 一話、完結型の医療サスペンス作品。2020年放送の、綾野剛星野源ダブル主演、MIU404 は、警察内部で何でもや、とやゆされながらも、犯人逮捕にすべてをかける初動捜査のプロフェッショナル、機動捜査隊が、24時間というタイムリミットの中で事件解決を目指す、一話完結のノンストップ奇想エンターテインメント。 この世界線上で新たに完全オリジナルの極上のノンストップサスペンスエンターテインメントが誕生する。映画ラストマイルは全国で公開中。